でギターとボーカル担当のペールゲッすると、ボーカル担当のマリー・フレデリクソンからなる男女デュオ。バンド名の由来は、ドクター・フィール・グッドの同名曲から。ペールとマリーが初めて出会ったのは1976年のことであった。ただしこの時は、お互い別々のバンドで活動をしていた。その後マリーがソロとなり、ペールのバンド。 グーレナティダーにゲストボーカリストとして参加するようになった。1985年、ペールとマリーの二人が6セット名義でシングルネバーエンディングラブをリリース。これがスウェーデンでトップ10に入るヒットとなり、続くデビューアルバムパールズ・オブ・パッションによってスウェーデン国内では人気グループの仲間入りを果たした。続くアルバム ルック・シャープに収録されたザルックが当時スウェーデンに留学していたミネアポリス出身の学生によってアメリカに紹介されローカルラジオ局を中心に注目を集めるようになった。これを受けてルック・シャープはアメリカで発売されザルックは翌年4月に全米シングルチャートで第1位を獲得。その後もリスン・トゥ・ユア・ハート危ないお前 映画、プリティウーマン挿入曲の愛のぬくもり、二人のときめき、消えゆく花のようになどの楽曲が相次いでヒットし、6セットの人気は世界的なものとなった。2002年にマリーが脳腫瘍を患っていることが明らかになったが、その後手術は成功し、順調に回復していると公表された。オリジナルアルバムとしては2001年のルームサービス以降、ペールのソロ活動、 マリーの健康問題などで活動休止状態が続いていたが、バンドのデビュー20周年にあたる2006年暮れに新曲 One Wish を発表した。2009年5月、マリーとペールの2人がナイト・オブ・ザ・プロムスライブツアーに参加することが発表された。この発表の翌日、ペールがソロ公演を行っていたアムステルダムでのステージにマリーがゲストとして登場し、 8年ぶりに2人での演奏を行った。ナイト・オブ・ザ・プロムスの後、6セットは2011年にチャーム・スクール、2012年にトラベリングと続けてアルバムを発表した。現地時間2019年12月9日、脳腫瘍で長年闘病生活を続けていたマリーが、これまでの病気に関連した合併症にて61歳で逝去。翌日12月10日、 マリーのマネージメントが声明を発表して、不法を知らせた。マリーの音楽パートナーだったペールは声明で、時間は早く過ぎ去ってしまう。マリーとは、ハルムスタードの私の小さなアパートで日夜一緒に過ごし、大好きな音楽を聴きながら、不可能に思える夢を共有していた。最終的には、その夢を実現して分かち合えたなんてと追悼の意を表している。 1991年に当時発表したアルバムジョイライドのプロモーションに伴いフジテレビミュージックフェアに出演した。その際に消えゆく花のようにをテレビ用にパフォーマンスしている。ありがとうございます。